スティービー・サラスはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身のギタリスト、歌手、ネイティブアメリカンの血を引いている。ブルースやクラシック音楽をルーツとするギタリストが人気を集めていた1980年代以末にファンクやサイケデリックを強く押し出したメタリックなスタイルが注目を集めセッションギタリストとして頭角を表した。1990年代に ソロ活動を始めてから現在に至るまで根強い人気を持つ。地元でティスキッズというバンドを結成してシングルを2枚出すものの目が出ずロサンゼルスへ移る。家賃が払えずホームレスになってレコーディングスタジオに寝泊まりしていた22歳の時ジョージ・クリントンに見出されアルバム R&B スケルトンズ・イン・ザ・クローゼットでギターをプレイして世に出た。ブーツィー・コリンズ What's Bootsy d o i n w a s ホワットアップドッグへのゲスト参加、アンディ・テイラーやロッド・スチュワートとのツアーへの参加など、セッションやハウスバンドの一員としてキャリアを積む。そして1989年、アイランドレコードとソロ契約して、アルバム、スティービー・サラス・カラーコードを発表し、本格的にソロ活動を開始する。しかし、レコード会社との間に、 トラブルが起きて契約が終了。まもなくバンドのメンバーやマネージャーとも別れることとなる。ソロ活動を続ける一方で、ブーツィー、コリンズ、バディマイルスと共に、ハードウェアを結成し、アルバム、ハードウェアを発表。バーナード・ファウラーと共にニッケルバックとして、アルバム、12ヒッツア・バンプを発表するなどしている。2017年には、日本の音楽ユニットビーズのボーカリストである。 稲葉講師と稲葉、サラス名義でアルバム、チャビーグルーブをリリースし、それに伴い日本国内でライブツアーを行う。また、ギタリストとしても、ミック・ジャガーや、ロッド・スチュワート、グレン・ヒューズ、リッチー・コッツェン、ザック・ワイルド、テレン・ストレント・ダービー、稲葉講師、松本貴・隆、弘、樋口・ムネ・長瀬智也、厚美・レイ、アンリ、キャッツ・イン・ブルーツ、チャーホカ、 多数のアーティストと共演している。ありがとうございます。